皆さん、こちらの映像覚えてますかねこちら、スチールライジングっていうゲームの、確か初公開トレーラーとかだったと思うんですけども、この映像が出てきたのが去年のゲームアワーズです。それがもう数ヶ月前の話、やっとね、新しい映像が出てきました。しかも、ゲームプレイ映像ということで、むちゃくちゃね、楽しみな映像というふうになっております。映像自体はゲームインフォーマーさんから出てきております。で、からず日本語では公開されていないので、えー、自分がね、特に面白いと思う部分なんかを、 ある、軽く翻訳していきながら見ていこうと思います。ってことで、入っていきましょうか。こちらですね。スチールライジングの映像。で、しかも開発者コメンタリー付きですのでね、えー、もう完全にゲームプレイです。 RPG ジャンルで過去タイトルと比べるとかなりアクションよりフランス革命期のゲームだそうです、ゲームというか、設定ね、世界観は。あと今見えました、敵フレンドリーファイアしてましたよ。 で、当然、ただのフランス革命じゃない、オートマトンがたくさんいるフランス革命と。一回目は投資で見たいんだよ、まずは。あ、死んだ。OK <laughs>、ごめん。無理、無理。密度が高すぎて、一時停止しながら見ていきます。ゲームプレイの部分っていうのは、なるべくカットせずにいきますけども。 解説したいことがあればで自分自身がオートマトンとして戦うのと一緒に敵についても大量のオートマトンが押し寄せてくれるとで当然 RPG 要素として装備品の変更であるとかキャラのパラメーターふわりふりとかねそういうものもありますよと。 キャラクターがね、オートマトンであるということを重要視したかったゲームギミックとして。なので、 こうキャラクターの強化とかは自分自身の体を改造していくことでも成し遂げられていくというふうな話になっております。めちゃくちゃね面白そうですよね。で、さりげなくですけども、まあ、例えばここのガードギミックであるとか、スタミナ、ガードするとスタミナ消費。で、<laughs> You died ですね。アイギスっていう名前みたい。うわ赤い。 自分のキャラクターはアイギスっていう名前みたい。で、こんな感じでね、いろいろなステータスパラメータが設定されておりますけど、ありますおりますけども、えー、物理52っていうふうに書いてありますね。で、あとはアトリビュートってありますけども、えー、筋力、耐久性、敏捷えっと、何生命力とか。で、あとは属性系、えっと、錬金術っていうふうに書いてありますけどもね、これが機械工学とかそういう感じですね。えー、そんな感じで、いろいろと まあパラメータ割り振り的な要素もあるというふうなことですね。おお ネメシス・クローっていう武器めっちゃすごそう。OK ーーじゃあこの辺から再生していきましょうか。ああ、なるほどなるほど。ああ、なるほど。 <music> RPG 要素の一環としてそのプレイヤーが特定のアイテムを手に入れることで、えー、コードの幅が広がるっていうのが当然あるんですけどもその中の一つに例えばボスを倒した時に特定のアイテムが手に入ってステージを攻略できる幅が広まっていくっていうふうな、ね、ことを例として挙げられてるんですけどもその中の一つにグラップリングフックがありますなんでグラップリングフックが確定ですねなんか まあ見るからにねソウルライクっぽい感じの見た目をしてますけどもちょっと驚きというかあの嬉しいのはグラップリングフックであるとかそういうシステムを解説していく中でソウルライクはソウルライクでもソウル寄りじゃなくてセキロ寄りな感じが今のところしてる自分セキロ大好きなんで大歓迎です。 で、序盤の方ではかなり一本通路、一本道、まあ、チュートリアルステージとかをこなしていく中でになっているんだけども、だけども、 えっと、ある程度後半戦につながっていく中で例えばこのボスに勝てないっていうふうなことがあった場合は別のパリの別の場所に行ってそこでレベル上げであるとかキャラの強化であるとかをすることによって後からボスに挑み直しみたいなことができるっていうふうなことを話してくれておりますなのである程度一本道系のゲームとして始まりつつ後からオープンワールドとまではいかないんだけどもこう複数ステージがいつでもどのステージにも行けるっていうふうな形でつながっているようなシステムになるみたいですなんで何 あ安直っていう単語はちょっと違うかもしれないけどとりあえずオープンワールドにしようって感じじゃなくていやうちのゲームはステージ性の方がいいでもオープンワールドのメリットを引き込みたいからそのステージの間はいつでも行けるようにしようっていう風なねそういう風な意図が感じられてめちゃくちゃ嬉しいです。 オープンワールドではないってここで明言してますね。おおマップマップ。で、えっと、ストーリーは当然存在するっていうふうなことを言っております。なんで、オープンワールドゲームはストーリーが薄いっていうのはちょっと違うかもしれないけど、ストーリーを伝えづらいっていうのはあると思うんですよね。やっぱりオープンワールドで好きな場所にいつでも行けるってなると、その分、 そのストーリーを一直線上に伝えることができなくなってしまうんで、それを避けるために、ある程度ステージでどこに行くのかっていうことの選択の幅を持ちつつも、ある程度一直線上のストーリーも用意しようとしているっていううな話をしておりますし、こちらがね、マップ、これが全域なのか、それともどうなのかわかりませんけども、えー、下にパーリー1789年って書いてありますね。で、アイギス、これがジキャラの名前。で、えー、メインクエスト、サイドクエスト、あ、なるほど、サイドクエストが、 いろんなステージで同時に発生してなんか見れば見るほどエルデンリングっぽいクエストとオープンワールドデザインをステージごとに分けたみたいななんでエルデンリングとソウルシリーズのちょうど間ぐらいのイメージソウルライクを中心に比較していってますけどもねでアイマークが情報情報ってなんだ、まあ、なんか情報屋みたいなのがいるのかもしれませんでキャラクターとランドマークなるほどね、um, and you can

で、武器には特殊な攻撃があると。とで、例えばそのさっき盾っていう,ふうな話をしましたけど、特殊攻撃が縦になっている場合もある。なんで、攻守一体の武器を使いたい場合であるとか、武器を投げるような特殊攻撃もあるっていう,ふうなことを話してますね。で、さっきのこのジャンプギミック。 まあほぼ二段ジャンプ、空中ダッシュはほぼ二段ジャンプと捉えていいと思う。うん、かなりソウルライクなインスピレーションを受けつつも、他のゲームのいいとこ取りを狙ってる感じがする。 オーアイテムだけ。で、重量武器を使って強攻撃を入れていきたいのか、それとも軽い攻撃を連打できるような軽量武器を使いたいか、そういったところもねプレイヤーごとに選択できると。 アイテムめっちゃ投げまくってますね、手流弾的な。で、ジャンプギミック、その空中ダッシュがあったせいで、完全に見てなかったけど、ジャンプが存在する。 なので、ストーリー的な部分についてちょっと言及してくれてますね。ちょっと待ってねで。それぞれのボスはかなりユニークで独自な要素を持っている。他のランダムエンカウントよりかは、ランダムではないだろうけど、あの雑魚的なエンカウントよりかはしっかりと作り込まれているし。 うん、で、このボスたちが、まあ、ストーリーを解明していく中でこのボスたちがどうして作られたのか、どのような原理で動いているのか、そういったことも判明していくはずだと。いや、今の見た、出し方、武器の出し方、背中。 背中から引っこ抜いてる最高じゃんこのゲームでストーリー的な部分を教えてくれるようなあのロアっていう単語が出てきましたけどロア的な部分を教えてくれるようなアイテムとかも存在してそれらのアイテムの説明欄とかを見ていく中でストーリーが解明できていくはずだっていうふうなことを言ってるんでなんか 本当にソウルライクのいいとこ取りみたいな印象を受けますね。であのこのキャラクターがね背中から物を取り出すところとか最高に雰囲気があっていいと思う。うんなるほどでかつボスが何が弱点なのかとかそういったことについてもそういう拾うやつに書いてあったりするのでそういう情報をもとにボスの最適解を究明していくこともできる。 realize that the boss is weaker to specific type of of damages you can still you know switch your weapon and adapt to make more damage some side quests will uh で、ストーリー的な部分であるとか、そういうものに対して大きな影響のあるサイドミッションっていうのも存在するが、すべてのサイドミッションをこなさないといけないとか、そういうわけでは当然ないので、あえてこうメインミッションを外れて探索していくことで解明していくこともとても多いし、それらの先には特別なボスがいたりもすると。 世界観にどれほどずぶずぶしたいのかによってエンディングまで一直線も可能ではあるかなりプラットフォーミング要素多いですね。 And so we really try to uh, to keep uh, what was, you know, like a, a spider's mark to uh, to the type of universe we create, and um, and yeah, um, we try to, to make this game at least accessible to uh, as much people as we can. It's a good first game like that that you can experience. If you are afraid from from that type of game, I think. とっつきやすくしているので安心して入ってきてくださいって言ってる。OK! そんな感じの映像でした。で、本当にいろんな要素として、その例えば、敵の体幹崩してたんですよね。でもちろん、その体幹崩れたからエルデンリングとかね、そういうこと言うつもりはないですけども。あの そういう何ソウルライクと呼ばれるような要素に加えてソウルライクとは捉えられないようなそれ以外の要素もういろいろと持ってきててその集,大集大成っていうとなんか違いますけどねあのまあ本当にいいとこ取りいいとこ取りを狙っているような感じのゲームめちゃくちゃね世界観とかもすごいいいしめっちゃ思ったのはこの橋のエリア雰囲気ありすぎでしょ 当然まだ開発途中段階ということでアラが目立つ場所もありますけどもそれを踏まえてもめちゃくちゃね期待が持てるゲームだと思いますで最後に発売日とかの情報はなかったんだよねここの本にも特にない2022とは書いてある 2022手は書いてあるんで、とりあえず、今年中に出ることに期待っていうふうな感じ,に感じの話とした上で、えで、ー、実はですね、ゲームインフォーマーさんからね、別のやつも前に出てきておりまして、それが、フォースポークの映像も出てきております。なんかゲームインフォースマーさん、かなり新しい映像を受け取ってるようで、それの翻訳兼反応動画もね、以前出しました。それ見たい場合は、ここをクリックしちゃってください。では、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。というところで、バ,バイバイ。